観光庁と日本旅行業協会などは、日本人の海外旅行の拡大を促すためのキャンペーンを始めると発表しました。日本を訪れる外国人観光客は、コロナ前の2019年と比べて7割まで回復しましたが、出国して海外を訪れる日本人は、2019年の4割弱にとどまっています。日本人のパスポートの取得率は、 新型コロナの感染が広がる前の24%台から17.8%に低下していて、日本旅行業協会は15日から10年用のパスポートの半額相当の8000円分の電子クーポンが抽選で3210人にあたるキャンペーンを始めます。また、観光庁は重点渡航先として、ハワイなど24の国と地域を選定して、それぞれの政府と連携して、 海外旅行を促進します。